はい。吉田隆の教え方チャンネルです、えー。新学期に使ってはいけない NG ワード、NG 言葉というのがあります。えー、実はですね、お恥ずかしながら若い頃、私もよく使っていました、えー。今日はその NG ワードについてお話しさせていただきます。はい。えー、使ってはいけない NG 言葉、NG ワードとは、丸年生になったのだからと。これ、新学期頻繁に使っちゃうんですよね。3年生になったのだから。 5年生になったのだからとこのあとにお小言が続くわけなんですよね3年生になったのだから口を閉じて先生の話を聞きなさいとこういうふうにやっちゃうわけなんですねこういう言葉を新学期の初めに何度も使われると3年生にならなきゃよかったとかね5年生にならなきゃよかったんだという,ふう,いうことになりかねません一方でですねこういう言い方をすると非常にいいわけなんですよね さすが3年生、口を閉じて先生のお話を聞けるようになったね。さすが5年生、ちゃんとね、えー、教科書を出して待てるようになりましたと。こういうふうに使っていった方が子供たちの言葉、あの、行動が変わっていきます。はい。えー、まあせっかくですのでね、特に発達障害のお子さんにとって分かりにくい言葉、NG 言葉というのを少し紹介しようと思います。えー、例えばですね、5年生らしい行動を取りなさいと。 これはですね、非常に分かりにくいんですが、意外に先生方は使っているんですよね。で、えー、いわゆる定型発達のお子さんは、通常、ね、その周囲の状況を見ながら5年生らしい行動というのを判断して、周りに習って行動に移せるんですけども、えー、自衛症スペクトラムのお子さんの中には、この5年生らしいと、ここで思考が止まっちゃうんですよね。5年生らしいってどういうことかなと。 いうこういととでで行動ができなくなくると、えー、それをね先生に叱責されて何をやっていいかわからないのに先生に叱られたということになってしまうんです、えー、同じようにね、えー、それで丸年生つまり5年生と言えますかとこれも非常に分かりにくいでで何をもって5年生と言ってるのか先生は一体何をしてほしいのかということが子どもたちに伝わらないわけなんですね。 それからですね、次の2つの言葉は私もね、つい意識してないと使ってしまいがちなんですけども、えー、しっかりやりなさい。だから、きちんとしなさい。何をもってしっかりしていると言えるのかと。何をもってきちんとしていると言えるのかと。とこのあたりが子どもたちが明確に、ね、理解できないわけなんです。はい。えー、教師というのはね、 プロですから、プロであるならばね、やっぱりプロと、プロにふさわしい言葉を持つべきだと私は思ってますね。えー、何かね何かの指示で子どもたちを動かすときに、一番効果があるのは、行動を示すということですよね。先生の方を向いて話を聞いてほしいときに、有名な指示があります、ね。先生の方におへそを向けなさいと。これでね、子どもたちの動きがらっと変わってきます。これ、ぜひね、一度使ってみてください。 えー、さらにはですね、はい、持っているものを机の上に置きなさいと、このように行動を示すことによって、えー、先生の方に集中するということができるわけなんですよね、えー。しっかりだとかね、きちんとと言わずにね、何をどうすればいいのかということを正確に子供たちに伝える。しかも短く伝えるということが大切です。えー、さらにはですね、 これ私よく使うんですけどもね、5つ書けたら立派な5年生です気づいたことをノートに書きなさい。5つ書けたら立派な5年生ですと。こうやって示すと、子供たちに何とか5つ考えようというふうに頑張るんですよね。このように数字を効果的に使うというのも、ね、えー、非常に効果のある指示の出し方です。えー、以上、ね、NG 言葉から始まってね、教師の言葉ということで話を、ね、させていただきました。やはりね、教師は教えることのプロですからね。 プロであるならば、プロにふさわしい言葉を持つ、そして使ってはいけない NG 言葉を使わないということが大切です。はい、授業作り講座24、小学校での版画・絵画指導、令和6年4月6日土曜日午後2時から午後4時、ズームで開催します。参加費は1000円です。版画、写生、お話の絵、この3つを元とに絵の描き方についてお話をしていこうと思います。たくさんの先生の参加お待ちしております。 YouTube 動画とは別に、吉田隆チャンネルというホームページを運営しています。毎月行っているセミナーの案内、教科単元ごとの動画へのアクセスリンクなんかもありますので、ぜひご登録をお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が役に立ったという方、いいねボタンをクリック、そしてチャンネル登録をお願いします。